マックはカッパも着なければ傘もささないのね。野生児か。てか気まぐれゲートとかさ、そんな曖昧な感じで進めていくんやろうか、ストーリーを。で、絶対さ、この入場法をゲットして3つの一斉に挑戦って書いてるやん。これと関係ない気がするよね、気まぐれゲート。ってことはやっぱりさ、このクエスト鍵3つになっとるやん。ここ、違うんかな。でもここにある3つのクエストってあれやろ？ KK ブラザーズと、あ、でも鍵かかってないってことは違うんか。こっちの方にあるとか。なんもねー。これか、今やりよるやつ。ダイモン教授と奇跡の扉。この辺やない。ほら、この辺ヌーのやつやん。ほら、鍵かかってるやつあるやん、三つ。謎の宇宙人、リトルグリーン。ノースピスタ地区の川辺では、近頃エイリアンの目撃情報がいくつも報告されているらしい。UFO 発見の手がかりかも。ミステリーの噂を聞いてみよう。あ、絶対これや。普通にあった。じゃ、このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。時間帯なので矢印が出ないこともあります。なんだ、普通にあるじゃないか。で？なんか矢印バツになったんやけど。あれは一体、なにこっちの地区ってこと？でもさ、別の地区でもあれよね、矢印は出るよね。あれ？どういうこと？なんか川辺って言ったよね。川辺でリトルグリーンが発見され、ナビ中って全然ナビしてくれてないけん。エイリアンの目撃、ノースピスタ地区の川辺。とりあえず書かれとる通り、川辺に行ってみよっか。ちょ、待って。川辺。この辺りってことか。で、この辺りで何すればいい？だって目的地とかないよね。もしかしてあれ？時間帯とかそういうこと？ほら、ミステリーの噂を聞かんといかんのよね。人いねーってことか。あ、そういうことか。多分。じゃあちょっと、一旦家に帰って、念といかんってことやない。向こうの方刺しとるね。あれは多分川の方。もうごめんね。川の方を刺しとると思うけん。ちょ、向かって、で、そこにきっと人がいるのだろう。じゃなかったら時間帯関係ないもんね。あっこ。で、こうやってしよる間に、気まぐれゲートを探せばいいっていうことだね。ついでみたいな感じで。あれ、マークくんだ。マークくんたちもリトルグリーンを探しに来たの？リトルグリーン？なんだそりゃ。てか、マックはカッパも着なければ傘もささないのね。野生児か。あれ、知らないの？最近この川でも目撃されているエイリアンのことだよ。エイリアン？ケイタはちゃんとあれやね、アップになってもカッパ着とるね。うん。あんまり大きくなくって、全身緑色をしてるんだって。だからリトルグリーンって呼ばれてるらしいんだ。へぇ、面白そうだな。エイリアンなら UFO について知ってるかもしれねえし。ケイタ、詳しく調べてみようぜ。だね。リトルグリーンを見たって人は多いから、いろんな人に聞いてみるといいかもね。おう、ありがとな。謎の宇宙人リトルグリーン発生。あ、ここでやっと発生か。クエストメニューを確認しよう。リトルグリーンの手がかりを集めよう。お、なんかいろんなところに3箇所ぐらい出てきたね。こっちの方ってあれじゃない、ガレージじゃない、違うんですよね。これも関係あるんよね。あるんよね。教授またなんか入ってきてるけど。
あら、ゲートボールを持ってきてくれたのかしら。ううん、今日は聞きたいことがあって、あ、別のことね。リトルグリーンについて何か知ってることとかねえか。リトルグリーン？それなら見たことあるわよ。マジか。ほんと？どんなだった？確か、川で魚を釣って食べていたわ。しかも生で。釣るん。生でウィス？近づいたり捕まえたりしなかったのか？だって気まぐれゲートとは関係なさそうだったから。あ、そっちにしか興味ないんよね。ずこー。そんなことよりゲートボールを集めてきてちょうだいな。それはまた今度で。とりあえずリトルグリーンは魚を食べるってことが分かったな。やっぱりカッパじゃね。生で食べるなんてよっぽど好きなのかな。謎の宇宙人リトルグリーン、手がかり、魚を食べるエイリアンを掴んだ。教授消えた。また外か。あ、びっくりした。そっちにおるんか。そんな傘さして立っとくぐらいならずっと中におればいいのに。ね、あの先に進まんかったら魔人は関係ないんやろ。多分。じゃあ残る2箇所行ってみよう。次はあれはボートの方？ボートじゃねえわ。港の方に行くんか。なるほど、ちょっと待ってね。いや、待たないけど。こっち入ってった方がいい？あれ？どこ？ここか。この辺。どこだ？こっち？あ、このおじさん。レアな生き物を探し求めて西へ東へジャングルハンター。いらっしゃい。今日はどんな用かな。おじさん、リトルグリーンってエイリアン知ってる？リトルグリーンか。もちろん知ってるぞ。実はね、見てしまったんだ。な、何を？川の中からあいつらがゾロゾロ出てくるところをさ。リトルグリーンっていうのは溝の中から現れるんだ。マジか、すげえな。ゾロゾロ？いっぱいおるん。いやー、あれにはおじさんもびっくりしたよ。今までレアな生き物を探してきたけど、エイリアンは初めて見たよ。ってことはやっぱり妖怪じゃないんか。川に現れるエイリアンを掴んだ。そして最後の一箇所。やっぱりカッパやと思うんやけどね。お、サーカス？お、サーカスの中やん。まさかの。久々に来たね、サーカス。間違えた。どの人？団長？お、違う人に声をかけたぞ。なんだろう、すごく見られてる気がする。君はここのサーカスの妖怪なの？妖怪って。普通に子供じゃないの？なんだなんだ？なんでウィス？スケッチブックをこちらに向け。カンペちゃんはこのサーカス団にくっついて、各地を回ってるすごい妖怪でウィス。妖怪なんや。ウィス？ウィスパーいきなり何言ってんの？なぜか読んでしまうんでウィス。この妖怪はもしかして。いたーい、妖怪カンペちゃん。カンペちゃんはいつでもどこでもカンペを出す妖怪のようでウィス。カンペって？カンペというのはですね、カンペというのはテレビのスタッフさんが使うもので、出演者の人に次のコーナーなどと指示を出すために使う紙のことでウィス。ちなみにカンペというのはカンニングペーパーの略なのでウィス。ってカンペ出されなくてもこれくらい知ってましたから。なるほど。そしてカンペちゃんにカンペで指示を出されるとですね、それを読まずにはいられず何でも従ってしまうそうでウィス。それ迷惑じゃん。なになに？おほん、そんなことないでウィス。カンペちゃんはこのサーカス団の縁の下の力持ちなんでウィス。けど今のカンペちゃんの力では団員の真の実力を引き出せない。サーカス団をもっとビッグにするため、私たちの力を貸してあげましょう。って、何読ませるんですか。話は分かったけど、どうすればいいの？なるほど。ふんふん、カンペちゃんを成長させるため、合成に連れて行ってあげましょう。合成って、本人が合成を希望しちゃうの？
ケイタくん、どうします？カンペちゃんはサーカス団をもっともっと盛り上げるために合成で成長したいのだとか、彼女の願いを叶えてあげよう。とりあえず、受けといてみる？まあいいけど。なになに？よろしくでウィス。カンペちゃんと友達になった。あ、なるほど、友達にもなれたよ。やった。ニックネームはつけない。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よろしくね。合成って言えばあれですよね。妖怪やアイテムを合わせてガチコーンと強くするあれ。日本にいた時は商店寺の和尚さんがやってくれていましたけど。でもここ USA だよ。どこに行けばできるのかな。ねえ、まだ出てきてないよね。なるほど。どれどれ。そうだ、教会に行ってみましょう。なんで教会？まあ、日本でいうお寺的な。教会で合成できるって噂を聞いたでウィス。って、私に読ませなくてもいいじゃないでウィスか。喋れんのかな。とりあえず教会に行ってみよっか。私を合成に連れてって発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストを、じゃあちょっと、一応今のやつが終わってからにしようね。団長さんかな。おや、君たちは、またサーカスを見に来てくれたのかい？今はリトルグリーンについて調べてるとこなんだ。団長さん、なんか知らねえか？おお、リトルグリーンか。私も見たことがあるよ。歌いながら街の中で何かを探し回っていたんだ。歌いながら？怖いな。全身緑色をしていたし、間違いないよ。リトルグリーンは歌も歌うのか。ってことは喋れるってことか。リトルグリーンは陽気な宇宙人みたいですね。あ、でも言葉が一緒とは限らんのか。謎の宇宙人リトルグリーン。歌を歌うエイリアンを掴んだ。今までの情報をまとめると、リトルグリーンは複数いて生魚が好きで、街中で何かを探してるってことでですね。会ってみてえな。でも、どこに行けば会えるかな。そうだな。生魚が好きみたいだし、魚が売ってる場所を探してみっか。この辺りで魚が売っている場所といえば、倉庫マーケットの魚屋と、モーシンデルマートの魚売り場。それと、寿司屋さんですかね。よっしゃ、早速出発だ。マジか、リトルグリーンを見つけるところまで行くんかな。見つけれるんかな。ワクワク。じゃ、とりあえずこっち。なんかおるけど、あっこ。はっ！こいつ、またしても。アンドロイド山田。なんだろう、このなんとも言えない妖怪。その山田は本物なのか。その真相を戦うことでわかるのだ。本物の山田なら君の仲間となり力を貸してくれるだろう。え、誰？っていうかどこから？さあ少年よ、君の選択を聞かせてくれ。バトルしますか？もちろん。その選択を聞いたアンドロイドは熱き鉄槌を下すのだ。果たしてその山田は本物なのか。ここが運命の分かれ道だ。ごく。君が戦った山田はどうだ？偽物の山田だ。あー、アンドロイド山田じゃなくアンドロイド渡辺だったのだ。本物はいずこ。なんかちょっと小さくなった感もあるんやけど。そんなしかしながら、アンドロイド渡辺は心優しくアンドロイド、落ち込む君にアイテムを差し出すのだ。フルーツ牛乳を手に入れた。ありがとう。ありがとう。あ、チャリから降りてる。お、寿司屋がすぐそこにあるね。あれ、もう一個はサウスモンドから出るんか？ってことは、あっちの方先行った方がいいってことかな。あ、寿司屋ここや。寿司って書いてる。お、なんかめっちゃ和風な感じの音が。ねえ、音楽。きっと気のせいよね。どうしたんですか？ちょっと聞いてよ。さっきカッパ巻きが宙に浮いてるのを見ちゃって、疲れてるのかしら。何？そのカッパ巻きどこに行ったんだ？お店の外の方にふわふわ出て行っちゃったわ。行きますよ。
空飛ぶ寿司。怪しいデビス。町に出て探してみましょう。空飛ぶ寿司？どういうことだよ。でも、空飛ぶ寿司なんて。そんな丸ごと。いた、あそこ。一貫だけかと思った。本当に浮いてるデビス。行っちゃう。ケイタ、追いかけようぜ。空飛ぶお寿司を追いかけよう。ちょ、何気に追いつかない。今の追いついてなかったの？追いついてるでしょ？なんか目的地があるってことかな？違う。びっくりした。一瞬なんか始まったんかと思ったし。ねえ、ちょっとさっきから追いついてるでしょうが。どこかへ導き寄るということやね、これは。何？海に来た。追い詰めたぞ。空飛ぶ寿司の正体、確かめてやる。お、消えた。寿司が消えちゃった。これは。ケイタ君、寿司に気を取られて気づきませんでしたが、近くから妖気を感じるデビス。このパターンって、消えた寿司のあたりをサーチしてくださいデビス。食べたんかな。お寿司が浮いていた場所をサーチしよう。ほら、カッパじゃん。ね。妖怪を見つけた。あ？ドガッパー。見つかっちまったっす。うわ、いっぱい。うわ、カッパだらけ。しかもいろんなカッパや。なんだ？たくさん出てきたぞ。うひょー。古典妖怪のカッパさ、カッパパイセンじゃないっすか。よ、元気そうだな。くー、相変わらず活かしてるっす。それ以外は、旅ガッパに波ガッパ、カッパーって、カッパばっかじゃねえか。まあ、見ればわかるけど。でも全身緑で水の中にいて魚が好きって、まさか、こいつらがリトルグリーンか。なるほど、リトルグリーンはカッパのことだったんだね。というわけで、ミステリー解決か。そうか、わかった。ミステリー解決。最初から予想通りだったわ。そういえば、なんでみんな USA にいるの？俺たちカッパーに案内してもらって USA の観光に来てたんす。 USA って面白いっすね。まさかこっちでも寿司が食べれるとは思わなかったっす。観光に行って日本食を食べていたら何も変わらないんじゃないの？はっ、ジャポンのカッパたちとはフードの趣味が合わないよ。やれやれ、カッパは寿司が嫌いらしいぜ。あんなにうまいのにな。そうなんだ。じゃあ俺たちは観光を続けるっす。じゃあな、ケイタ。うん、またね。リトルグリーンは見つけたけど、 UFO の手がかりはなかったな。また別の手がかりを探しに行こうぜ。よし。だね。謎の宇宙人リトルグリーン、バッチリ解決。ツアーみたいな感じかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。